Oh,
ここに満ちている。
献金のために祝福のお祈りをしていきたいと思います。ハレルヤ、主イエス様、あなたの皆をあがめ褒めたたえ心から感謝いたします。主よ、いつもあなたは私たちのことを見ておられ、私たちの必要を知っておられ、いつも私たちにすべてを満たしてくださることを心から感謝いたします。また今私たちはあなたの前にわずかでありますけれども、この献金を主の御前に心からお下げします。主がどうぞこれを受け入れてくださり、どうか主よ、あなたの働きのために大いに用いてくださいますように。主よ、また捧げる兄弟姉妹がまたさらにすべての必要が与えられますように、私たちの霊的もまた信仰もさらに満たしてください。この献金を主にお捧げし、心から感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では賛美を持ってこの献金を捧げていきたいと思います。勝利に胸を躍らせ、
素晴らしい愛の御手をもって私たちを主の宮に導いてくださいましたことを感謝いたします。この宮の中で聖霊様が私たちのために働いていらっしゃることを信じます。これから主よ、あなたがおっしゃいました通り、人間は決してパンだけで生きるものではない。あなたの口から出るその言葉一つ一つによって生きるものである。どうか今日もあなたが私たちにその命の御言葉を与えてくださるように、私たちの霊に心に主が力を注いでくださるように心からお願いいたします。これから神様、私たちあなたの御言葉をどうか喜んで受け入れることができますように、あなたの御言葉をよく理解することができるように、聖霊様がこの時間をすべて最初から最後までこのメッセージの時間、主が導いてくださるように、主がすべてをこのしもべの思い心を支配してくださるように、神様、今この器をあなたの御手にどうか受け入れてください。そして主が用いてくださるように心からお願いいたします。また
コロナのために来られない愛する兄弟姉妹一人一人の上にも神様の恵みと祝福と守りが聖霊様の満たしがありますように心からお願いいたします。ペルシャの神様、またこの全日本の上にもどうかあなたの素晴らしい愛の御手と救いの御手をもって主が祝福してくださるように、まだ救われていないその多くの魂たちがあなたの御前に来られますように、立ち返ることができるように、またあなたが建てられたすべての教会の上に聖霊様が今主よ聖聖方を通して、また働き人たちを通して、クリスチャン一人一人を通してあなたが御業を行ってくださるように心からお願いいたします。この国を神様祝福してください、癒してください。すべてあなたの御手に委ねます。主イエス様の御名によって心から感謝してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。折り返しだけ賛美しましょう。